これで一通りの交流は済んだようだな。ふむ、みなうまいこと言っているようで何よりだ。うまいこと言っておるか。わらわには到底そうは思えんが。こうして危なげなく発売2日前を迎えられたのだ。うまくいっていると評して何の支障もないだろう。現に先ほど帰ってきたマスクマン君は言ってたぞ。コーヒー美味しかったと。宣伝と何ら関係がないではないか。あ、失礼。男同士腹を割った話をしながら飲むコーヒーは格別に美味しかったと言っていたのだ。それも結局味の感想なんじゃがの。しかし見方によっては皆新たな出会いと交流でより生き生きしておったとも取れるか。勝負だなんだで始まったこのカウントダウン、危なげな展開になったらいつでも手を打てるよう準備はしていたが、結果的に必要なかったようだな。そう、何事も下手に手を下さない方が平和的でいい。何か言うとこ。さて、今日を入れてカウントダウンも残り2日。何かやり残したことはないか。特にないかな。このまま無事発売を迎え、みんなが盛り上がってくれればそれでよい。しかし、そうか、あと2日で終わりか。なんとも早いものじゃの。終わりがあるというのは寂しいものじゃが、それが世の常なのじゃから知って仕方がない。イリシュカさん、私にはわかるぞ。今のセリフは伏線だと。そんなものはっとらんわい。勝手に拡大解釈するでない。